なんか6番の後に幸せなら手を叩こうの後に幸せなら手を叩こう。なんで幸せなら手を叩こうの後に休憩かなと思って。どうだ。あ、オッケーオッケー。なんかドレミとビリーブをやって、うん、ちょっと楽器紹介みたいな感じにして、うん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 、3曲続けてやって、もうクラシック。でもこれって MC ってなんか入れる？入れようと思う。うん、一個もたんだったら楽器紹介でさ、うんうんうん、そういう系のコーナーじゃね。これなんかみんなでやりましょうだからそれをなんか二部のどっかに挟むのありかなみたいな、確かに確かに、そういう系のコーナーみたいな感じで、ありかも。どこと変えたらいいかな。なんかね、でもね、絶妙になくてね、うん、そうだよね。散歩と変えたらいいかな。散歩ありじゃない？散歩を6番にして、8番を幸せな手を届こうかな。マリコ、いきなりオーミューパピーノいける？あー、そういうのがあるのか。3番どない？ドレミとビリーブは何やる？うん、でもこの3、4、5はね、いつ変えてもいいから。うんうん、で、ちょっと別の話なんだけど、うん、ポスターが何かを作って貼っとこうかなと思って、はい、あ、プログラムはなんか逆にいらないかなと思って、うん、ロビーがないのよ。あ、いきなり、そうそう、いきなりリハーサル室みたいな場所だから、うん、だから多分なんか人入っちゃったら中に入れた方がよくて、うん、だからもう12時半くらいにはリハとか全部終わって会場内で見れるみたいなポスターとかを貼ったらいいかなと思って、うん、曲を書いてあったりとか楽器のボタンが書いてあったりとかのをやろうかなと思って、まだ全然作ってないんだけど、うん、あとなんか飾り付けとかそういうのをやった方がいいかなってのを今考えて、可愛くしたいもんね。なんかあとさ、なんか前言ってたのなんか紙芝居みたいな、はいはいはい、あれってどうする？なんかドレミでなんか ドーナツの絵をこうやるとか、うん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 、あるのか、あれは もうあるんだっけ？ない、あ、まとめていけないよね。オッケーオッケーオッケー。他にいるものなんだろうと思う。いるものをまとめておきたい。あ、そう、あとさ、その一番最初のさ、うん、あのセリフみたいなところのさ、うん、あのドレミ、これドレミってさ繰り返すじゃん、あ、うん、そこってさ、うん、確かにバイオリンで、あ、いい、うん、オッケーオッケードレミとドレミとドレミとドラゴミ、ウガンバじゃないんだ。はい、お願いします。お願いします。さあ稽古を始めましょう。優しいところからいいもの始めれば、いい一心歌の始めはドレミ、ドレミ始め。なんか一個癖ない？結構アレンジに、うん、癖ある。あとね、心配なのかさ、あのここのマイコがここ歌うじゃん、あのマイク低いからさ、ここと、ね、ちょっと消えそうなんだよね。そう、ドラファミドレ、うん、で、まあ、ここラシドまで行ったら音域的に聞こえてくるけど、ここちょっと埋もれちゃうな。じゃあ、おばちゃん小さめに弾きます。 OK。 あんまりルールはしなくてもいいかな。
Thank you.
ピアノのまず楽器、どういう楽器なのか説明したいと思います。まずもう皆さん一番見たことある音楽室とか学校とかどこで見てるかな、そこら辺で見てる駅とかでもね、駅とかいっぱいあると思うんですけど、これ実際どうやって音が出ているのかっていうと、まず鍵盤がこの白色と黒色の鍵盤が全部88個もあります。で、1つの鍵盤につきこの中にちょっともしかしたら後で休憩の時に覗いてみてもいいかもしれないんですけど、なんか見えるかな、あ、なんか木とフェルト、なんか布みたいなのでできたハンマーが一個一個に備わっていて、この鍵盤を押す、あ、ハンマーがあって、でその上に弦楽器、弦がいっぱい貼ってあります。でその、この鍵盤を押すとハンマーが上がって上の弦をポンって叩くことで音が鳴ります。なのでこの鍵盤楽器、あとハンマー叩くので打楽器、太鼓みたいな打楽器、あとバイオリンのような弦楽器、この3つの要素がこの1つの楽器に備わっています。でまた88件も鍵盤があるということは、もう低い位置
肩4番腕5番全部さあできるのでしょうか。よしやってみましょう。立ちたかったら立っても大丈夫です。じゃあ一緒にやりましょう。ぜひぜひ。いきますか。Oh,
でやりたかったから本当に良かったし、あのあピアノの宮本美希和さんとスプラの声楽の八木麻衣子ちゃんです。すごい、めっちゃ本当にどうもありがとうございます。あれさ、片付けちゃったけど飾り付けとか、あとあのホワイトボードは本当にありがとうございます。家族のための音楽会っていうのはアイネプロジェクトっていうプロジェクトの、まあ、第1回初めてのやつ で、まあ、普段家族みんなでコンサートに行くとすごいお金も高いし、まず子供が入れるところもないし、あともうなんかお母さんとかも、あんまり余裕がなくて行けないとか、なんかそういういろんな弊害、そういうものを本当になるべくなくして、あの家族みんなで 大切な人と一緒に楽しめるようなコンサートを企画したいなと思って、家族のための音楽会っていうのをやりました。お越しいただいた皆様、協賛いただいた皆様ありがとうございました。